君の判断は君の存在のように重みがなく薄っぺらい。ここまでにしよう、知恵の神ブエル。君も知っているはずだ。知恵が全ての問題を解決できるわけではないと。そう、今君が僕と戦う選択しか選べないのと同じようにね。かかってこい。今ここに魔人戦争の一角を再現し、僕の神としての誕生を証明しよう。剣女万弱復滅。いざ渦潮よ、逆巻き。君は居場所を失う。難攻不落。虫けらが。無力な恩師めな。虫けらが。いざ。はっ。難攻不落。岩山八九来客。裁きの雷槌。やっと厄介なことに。剣女盤石。岩山八九鎮圧。剣女盤石。ひゅっ、見切りました。初走浄化。Yeah.
神々の戦いであるはずが、凡人の背に隠れるか。その上今更人間のため犠牲になろうと大行な立ち回り、よほど自己陶酔の好きな神だな。ウエル、データはだいぶ集まったわ。あなたが私から神の心を奪おうとしたのが、これで何体目か分かる。さっきので168回目よ。知っているかしら、スメールの民はあなたを創造するために同じ回数の過信探査を過ごし、同じ回数の輪廻を強いられた。無境の力、一体いつから始まっていた。君たちは無境の中でさえ僕を破れない。こんな小賢しい真似に何の意味がある。さあ、前と同じように私が夢の中の記憶を呼び覚ましてあげる。ああ、これ貴重な戦闘経験だぞ。それだけじゃないわ。神の名のもと、全ての神の英知を束ねる。これこそアーカー社本来の機能。先ほど起きた全てを知識としてスメールの民に伝達したわ。そして彼らに偽りの神を破る方法を見つけるようお願いした。今スメールの知恵があなたの力となる。抜かせ！これで茶番も終わりかな。今度こそ正真正銘神々の対決と受け取ってもいいかい。ええ、お願いね。私フエルの一人目の賢者。七夜のもと生き長えられるのは僕だけだ。神が天女万弱、いざ。天気だ。難攻不落。所
層浄化。誘惑昇格。いざ剣女盤石。は下がれ。はあ、燃えよ。難攻不落。いざ鎮圧。六人に剣の盤石。一番重要な謎の答えが見つかっておらず、世界樹もまだ救われていない。でも神の心の力がもう一つある今、マハールッカデバータの最後の記憶を解読できるはずよ。これが、そう、あの神の最後の記憶。
のと全然違うぞ。世界樹が存在するあの意識空間に入るはずじゃなかったのか。あそこは確かにこの旅の終点よ。でもまさかマハルッタ・デバータの残留意識がこれほどの汚染を受けていたなんて。近畿の知識、私でさえあまり知らない概念を知っているなんて。詳しく話してくれるかしら。あなたたちの推測も一理あるわね。千年前の砂漠に近畿の知識が現れたことが一度あるの。その時はキングデシェレトの自己犠牲とマハールッタ・デバータの身を削った力によって駆逐に成功した。それから500年前のカーン・ルイアの災厄で再び近畿の知識による汚染が現れたと考えるのも難しくはない。そして今回のはおそらくそれ以上にひどいものかもしれないわ。すでに世界中にまで危害が及んでいる。じゃあここがマハールッカ・デバータの残した意識で近畿の知識による汚染を受けてたとしたら、マハールッカ・デバータの死は。ええ、彼女は近畿の知識との対抗によって命を失った可能性が高いわ。たとえ近畿の知識を根絶できなかったとはいえ、もしも彼女が何かしていなければこの500年の間汚染の兆候はこれだけにとどまっていなかったでしょうね。私を含めてみんなが近畿の知識という概念について忘れたのも彼女の世界樹修復の影響によるものかもしれないわ。悲しいのか、ナヒーダ。彼女の苦痛を感じているの。ここの意識の汚染はあまりにもひどく、一面に狂気や混乱、苦痛がはびこっている。彼女はこのような状況下で、力尽きるまで、近畿の知識による汚染と対抗したというの。その上、ほんのわずかに残った明晰な意識を使って、私たちに手がかりを残した。ええ。その言葉は、近畿の知識の干渉を受けたことにより、いくつかの単語しか聞こえなかった。でも今なら、この謎の答えを見つけられるわ。これらの汚染された意識をくぐり抜け、正しい方向を見つけ出し、彼女の明晰な意識に合うの。そして、マハールッカ・デバータの口から、直接真実を教えてもらいましょう。今注意が必要なのは、ここにいる私たちは、意識体の状態であるということよ。たとえ神の心の加護があったとしても、常に意識を鮮明に保つ必要があるわ。でないと、いつ発狂してもおかしくない。そんなに恐ろしいのかよ。大丈夫よ。あなたは単純だから問題ないと思うわ。さあ、出発しましょう。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、位置を象徴する意識の船よ。あれの進路が私たちの意識が向かうべき先なの。意識が制御から逸脱すれば狂気に陥ってしまう。だから
航路をきちんとコントロールしましょう。流通のために作られた船は港に停まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。うわ、なんだよこれ。魔物たちがあれの影響を受けてるみたいだ。木のイカズチ。ガンザン八九。盤石。逃げ道はありません。稲光、すなわち永遠なり。あっちを見ろ。空中にクローバーマークが現れたぞ。行けば意識の船がすぐに私たちをここから連れ出してくれるでしょう。みんな意識ははっきりとしているかしら。え、オイラは何も問題ないけど。もうこれ以上新たな変数が現れないでほしいわ。今度こそマハールッカデバータに会えるかしら。そういえばナヒーダは一回も
ハールッカ・デバータに会ったことがないのか？ないわよ。私の誕生と彼女の逝去はほぼ同時に起こったみたいだから。そうでもなければきっと彼女からより多くの指導を受けていただろうし、私は今よりもっとうまくできていたと思うわ。もう十分よくやってるぞ。よし、早くこの居心地の悪い場所を抜け出して彼女に会いに行こうぜ。ここがお前たちがずっと行ってた場所か。世界樹の足元。ここは当時の世界樹と大地の形を再現しているの。けれど結局は意識空間に過ぎない。あなたと私は本質が同じだから、私たちの姿は完全に同じように見えるのよ。どうして本質が同じなの？あなたが私で、私があなただからよ。あなたは私のリンネだもの。リンネ。マハールッカデバータである私は世界樹の化身なの。そしてあなたは世界樹から折られた最も純粋な枝。例えるなら、たとえ木が枯れても、枝はいつか根を下ろし、別の形で生き続けていくかのように、あなたの目の前にいる私は、マハールッカデバータとしての私が残した、ほんのわずかな意識に過ぎない。本当の私は、とっくの昔に死んでいるのよね。あなたの今の姿から時間を推測すると、おおかた私が死んでから500年近く経ったのかしら。やっぱり来たのね、リンネ後の私。それってもしかして、いつか私もあなたのような偉大な神になれるってことなの？あなたと私の本質は同じだけど、運命は必ず異なるわ。万物には自らの運命があるの。枝が成長して新たな大樹になっても、本来の木と全く同じ姿になることはない。だから運命こそが究極の知識。そうよね。実に悪くない考え方よ。私も同意するわ。だからこそ、あなたは私にはなれない。そう。でもあなたなら、
私よりも偉大な神になれるかもしれないわね。すでにあなたの身から当時の私にはなかった意志を見出しているわ。それが導く未来こそあなただけが持つ運命なの。そしてそれらはあなたが過去に経験したすべてのことによる恩師でもある。安心して。知恵の成長も実は草木と同じでゆっくり花が咲くのを待てばいい。今考えると教練院の賢者たちって全く見る目がなかったんだな。ありがとう。本当に嬉しいわ。自分がずっと慕っていた目標が実は異なる運命の自分だったなんて、あなたと話せて本当によかった。マハールッカ・デヴァータ、ずっとあなたに会いたかったの。私もよ。世界樹の枝を折り、あなたを想像した瞬間から、こうしてあなたと会話できることを、ずっと楽しみにしていたの。どうして私を想像したのか、話してくれるかしら。それと、あなたが亡くなった時、一体何が起こったのかも。ええ、わかっているわ。あなたたちは答えを探しに来たのよね。あれが起こった日、空さえもこのような色になっていた。当時、私以外の七神は全員カーンルイヤという名の国へ向かうよう召集された。私はというと、もう一つさらに重要な任務があったの。それは世界樹を守ること。災難の降臨は禁忌の知識の汚染とともに現れた。それとほぼ同時刻、世界樹と意識がつながっていた私は異変に気づいたの。さらには精神的な苦痛が私を苛み始めた。そして私が世界樹に駆け寄った時にはすでに禁忌の知識によって侵食されていたわ。もしも千年前にキング・デシレトと共に禁忌の知識による汚染を収めていなかったら、あの時私はなすすべもなかったでしょうね。禁忌の知識、それは一体何なの？この世界には属さない知識、知ることのできない真実よ。あれはアビスの底から来るもので、私でさえ理解できない。世界はあれを排他し続ける。でもそのせいで世界にも様々な症状が生まれるの。もしも禁忌の知識による世界樹への汚染を放っておけば、テイワット全体が支離滅裂な状態になるでしょうね。知恵の神でも理解できない知識があるなんて。あの時私には分かっていたの。単に自分だけの力では禁忌の知識を駆逐するなんて不可能ってことに。だから私は人間の知恵を統合する装置を作り、それをアーカー社と名付けた。まさにこの世で最も偉大な発明ね。ありがとう。長きにわたって私は夢こそが人間の知恵の結晶だと思ってきたわ。少し勝手なやり方だったけど、それでも私はアーカー社を利用して人々の夢を借りた。人々の知恵を統合し、
その上で私が持つ全ての力を尽くしたわ。それでどうなったんだ？スメールの民の知恵のおかげで禁忌の知識はほぼ全て世界樹から取り除かれたわ。でも事態は私の予想していたほどうまくはいかなかった。ある頭痛が不吉な予感をもたらしたの。その時やっと私の意識が世界樹とつながっていることを思い出した。世界樹が私に知識と知恵をもたらすと同時に汚染も私の身に襲いかかった。最初から私という存在は禁忌の知識によって汚染されていたの。そんな、どうして？私もあなたの意識の中でその苦痛を見たわ。とても恐ろしい体験だったでしょう。ええ。でも私がどう感じたかなんて、それほど重要じゃないわ。重要なのは、たとえ私が死しても、私の存在、私と関わるすべてが記憶と知識として世界樹に保存される。それにより、禁忌の知識は永遠に根絶されることがない。そして私も、永遠に自らを消すことができない。一種のパラドックスね。だから私は、世界樹の最も純粋な枝を折って、私を輪廻転生させ、手がかりを残した。あなたをここに来させて、汚染された私を、世界樹から完全に消すために。待って。違う。そんなの、違うわ。それが何を意味しているのか分かったよね。やっぱりあなた賢いわ。あなたの想像通り、世界樹にはこの世のすべての知識と記憶がある。私を世界樹から抹消するということは、私が初めからこの世に存在しなかったのと同じこと。でもね、これこそが世界樹を救う唯一の方法なの。人々はあなたを慕い、あなたをずっとずっと思ってきたのよ。私もこのままあなたを忘れられるわけ。本当にもう他の方法はないの？他に私ができることはもうないの？あなたは知恵の神なのよ、ブエル。知っているはずでしょ？これ以外に方法はないわ。でも、あまりにも残酷すぎるわ。あなたのこと、忘れたくない。そんなに悲しまないで、ブエル。死者として答えを見つけられたこの瞬間を楽しむべきだわ。これがあなたたちのずっと追い求めていた答え。知りたいと思っていたあの言葉のすべてよ。世界が私をどうか忘れてくれますように。私たちは皆知恵の木の下で息づき、世界を読もうとした。土から読み、雨から読み、そして白き鳥となって枝に登り、やっとのことで重要な一枚の葉を口に加えるの。かつて私はこの世で唯一夢を見られる個体だった。私の夢では
人々は皆夜になると夢の世界に入れた。人々の脳裏には様々な発想が現れ、地面に転がるもの、空に浮かぶものがいる。それは全ての物事をつなぎ、まばゆい網にした。三千世界の中にさらに小さな世界があり、全ての運命はその世界で躍動した。だんだんと分かったの。これら描写のできぬ変化し続けるものこそこの世で最も奥深きものであると。それらのみがあれら狂気を徹底的に駆逐できる。夢のみが意識を最も深い暗闇から呼び覚ませるの。我こそは問いを唱えるもの、そして同時に答えを探すもの。人々の夢で世界を救う、それがかつての私の答え。そして今あなたたちも自らの答えを見つけた。すべての夢を人々に返すわ。スメールの民よ、さようなら。今宵素敵な夢があなたたちに訪れますように。ええ、大丈夫よ。ただ少しわからないことがあるわ。私たちはさっき世界を救ったのよね。でもどうして私泣いているのかしら。今の心の内にある感情がどこから来ているのかわからない。でもなんだかすごく悲しい気持ちになっているの。さっき起こったこと、私たちはさっき、二つの神の心の力を使って、500年前の世界樹と意識をつなぐことに成功した。そして、世界樹に残留していた汚染を除去して、そうだな。どうしたんだよ。お前もさっき一緒にいただろ。旅人？パイモン？これだけ待ってようやくお前と二人になる機会ができた。貴重な時間を費やしたのも少しは価値があったようだ。ファデュイの執行官、何をしたの？無防備なものをすぐさま無境に入らせるただの音波さ。だがやはり神には聞かなかったか。あの賢者たちの研究で面白かったものがこれしかなくてな。ついでに持ってきて試しただけさ。安心しろ。私が彼らを本当に殺せば、お前が私を許さないことなど知っている。私はお前と交渉をしに来たのだ。当然ながら、双方の関係を壊すような危険な真似はしない。
私と交渉を。あなたはもうスメールを離れたと聞いたけれど、どうしてまたここに姿を現したの？スメールを離れたのは私であり、スメールに残ったのも私だ。知恵の神でさえ認識による完成に束縛されてしまうとは、実に失望させてくれる。それはつまり、この世には数々の異なるあなたが同時にいるということ？悪くない推測だ。たとえ同じ個体でも、異なる年齢によって認識は変わってくる。その昔、私は世界の観察をするために自身のすべての視点を残そうと、ある重大な決断をした。観察は実験の第一歩だ。だが今ある世界の観察だけでは満足ができない。時間という重要な次元が欠けているからな。それゆえ私は様々な年齢における自分を断片として保存し、それらを独立の個体にした。それだけのことさ。私は知りたいのだ。知識を求めるために行った私のこの行為を、知恵の神がどう評価するのか。あなたは生命という概念を侮辱しているわ。生命に本来含まれている数多くの規則と制限には、すべて存在意義と理由があるの。決してうぬぼれなんかで勝手に破っていいものじゃない。よかろう。大したものだ。確かに人間にとって自らと和解すること自体、極めて困難なこと。それが異なる時期の自分であればなおさらだ。教令院にいたのなら、どうして今になってやっと現れたの？あなたには私たちを阻止し、あの偽りの神を手伝う力があったというのに。その問題はいささか簡単すぎる。実験中に被験者を助けるスタッフがどこにいるというのだ。この実験を行った私がなぜ自らの手で実験結果に干渉しなければならない？条例員は送信計画を最終的な目標としていた。なのにあなたはそれをただ一回の実験としか見ていなかったというの。狂っているわ。もしも実験が成功していれば、あなたは新たな神を創造したことになる。そうなった時、あなたはどのようにして自らが忠誠を誓った相手と向き合うつもりだったの？それでも今のポジションを選ぶのかしら。その時のあなたは自分がどんなものになっていると思う？私は学者に過ぎない。これらの結果はその可能性に直面するかもしれない私に判断を委ねるべきだ。だがお前の言うことは何も間違っていない。だからこそこの実験には少々失望したのだよ。あなたは一個体として貴族感があまりないようね。普通の学者と比べたらなおさら信仰に欠けるわ。いやいや、私にも当然ながら信仰はある。ただお前の一貫した定義にそぐわないだけさ。さて、話もここまでにしよう。実験は終了だ。そろそろ道具の整理をし、材料を回収しなくてはな。例えばそう、神の心を。クラクサナリデビ、お前は聡明な神だ。今この瞬間における戦力の差は理解しているだろう。その雷の神の心を、お前は戦闘に応用することができない。あなた、私と交渉をしに来たと言っていたわよね。だけど、私には、今力ずくで奪おうとしているように見えるけど。
ただ事実を述べているだけさ。私はこれでも一回の学者だ。知恵の神にはもちろんできる限りの尊重と体裁を持って接したい。あなたのその虚職は絶対的な自信の上に成り立っているのかしら。あなたの考えは分かったわ。なら私が今ここで神の心を破壊し天理を呼び覚ましたらどうなるかしら。天理を呼び覚ます？可能だと思うのか。天理は長いこと沈黙を保っているけれど、神の心は天理がテイワット大陸及び一切の法則を司るための象徴よ。それを破壊したらもう一度天理の目を引けるかしら。そうなった時、カディのした行いは一体どうやって収拾をつけるのかしらね。あなた、私とこの可能性についてかける勇気はある？ふん、かけ？いやはや驚かずにはいられない。私はてっきりお前が証拠や厳密な推理論証を持ち出すのかと思っていたが、よもや知恵の神の口から賭けなどという言葉を聞くとは。だが実に巧妙な一手だ。まさか以前私がお前の意識を捕捉した際すでに見破られていたのか。学者としていかなる可能性も尊重しなくてはならない。これは私のモットーであり、実験者に欠けてはならない品格でもある。確かにそのような可能性は無視できん。ならば言うがいい。お前の条件は何だ？たとえ異国の神の心をスメールに残しても災いが生まれるだけ。でもこの雷の神の心はあなたたちの執行官を一人倒したことによる戦利品よ。今になってその戦利品を奪い取ろうというのなら、すべての元凶であるあなたが相応の代価を払うべきではなくて。代価？面白い。一体どんな代価を払ってほしいのだ？他の断片をすべて消去するというのはどうかしら。そのような手段で知恵の国の最たる脅威である私を制限しようと。確かにそのやり方は私が時間という次元に投入した目を奪うことも同然だ。断片の制作は非常に難しく、極めて希少な資源と膨大な時間を必要とする。それをここで全て破壊させようとは非常に賢い選択だと言えよう。実に面白い。お前はとっくに私を警戒していたようだな。全ての私の中でお前が出会ったこの断片こそ最も利己的なものだ。もしも私でなければそのやり方は成功しなかっただろう。監禁されていた時お前は何を見た？私を観察したからこそ私が彼らに疑われることにとっくに辟易し、終わることのない言い争いに嫌気がさしていたことを知ったのか。あなたが言ったのよ。自らと和解すること自体極めて困難なことだって。頭のいいあなたはそれができているのかしら。なるほど。あまたのあれら私と神の心一つが同じ価値だとお前が思っているのなら、よかろう。取引成立だ。そんなに気にしていないようね。まさかあなたたちの関係って本当にそんな悪いのかしら。気にするほどのことではないと思うがな。余分な自我で神の心と交換できる。これ以上の高値を自分につける者がいると思うか？
それに私の力をもってすれば、いずれもっと良い視点が見つかる。むしろお前のそのリードは一時的なものに過ぎない。しかしお前はどうやって私が完全に彼らを消したことを確認するつもりだ？私には見えるわ。あなたに唯一残っている心情が。馬鹿げた決断を。ふざけてるのか。極まりない選択だ。自分さえも裏切る。これで終わりだと思う。立てかまずな大地に見合うといいがな。絶対に後悔するよ。どうだ、確認したか。持っていきなさい。この先学術都市は私が完全に引き継ぐわ。アーカー社の運行を止め、人々の知識欲と好奇心に学術領域を支配させる。もうあなたに付け入る隙は与えない。私の学術成果は故郷では評価されない。実に悲しいことだ。もちろん私もこの都市に3回も拒絶される趣味はない。これで駒が一つ、そしてお前の草の神の心も。その貪欲さは身を滅ぼすわよ、スネージナヤの執行官。いやいや、これは別の交渉さ。どうせアーカー社を止めるなら、スメールの神の心がここに残っていても重要な役割を果たせないだろう。求めるものに求めるものを送る、それが神の責務ではなかったか。ほう、その表情、あまり気に食わないようだ。ならば考え方を変えよう。知恵の神ならば、私の知識と交換するのはどうだ。この世に流布する伝説では全て人々が知恵の神から知識を手に入れるということになっているわ。それなのにあなたは、自らの知識を使って知恵の神のものを交換しようとしている。凶暴たる行いだけど、確かに興味はあるわ。お前は全ての知識を持っているが、この噂を聞いたことはあるか。確かこう言ったか。テイワットの星空は偽りである。それが？それは世界樹によって隠された世界全体に関する真実の秘密。これから言うことを話し終えたら、お前とはお別れだ。交渉の後、双方とも欲しいものを手にするだろう。お前とこのような形で会えて、とても嬉しいよ。凶暴なるものよ。信仰はあなたにとって、何の意味もないのでしょう。でも、あなたの話に耳を傾けるくらいなら構わないわ。
朝ごはんは私が準備したんだ。食べてみてくれ。口に合うといいんだけど。こんなにうまいもんを食べられるのもお前のおかげだな。うん、マリン病が完治した後はすっごく元気なんだ。毎日ご飯を 4,5 食作ったって問題ない。お前の腕ならやれると思うぜ。そうだ、昨日の夜、お前が寝た後、ある人からお前宛ての手紙が届いたんだ。オイラはお前が起きてから一緒に見ようと思って、まだ開けてないぞ。開けるなら、今がちょうどいいタイミングだぜ。お、ニーローからだ。グランドバザールで宴を開催するの。ついでに、シェナの大マハマトラ復職のお祝いもするんだ。英雄であるあなたたちにも出席してほしいから待ってるね。最後に宴の日付も書いてあるな。2日後だ。うん、私もお前たちが英雄になったことを聞いたよ。本当にすごいな。いいなあ。時々お前みたいに強くて自信のある人が羨ましくなるよ。照れるな。じゃあグランドバザールに行ってみようぜ。うん、行く前はティナリ師匠に一言言うのを忘れずにな。最近は何もかもが良くなってきて気分も前よりいい。何か手伝えることがあったらいつでも私を呼んでくれ。遠慮するな、当然のことだ。行く前はティナリ師匠に一言言うのを忘れずにな。おはよう。具合はどう？だいぶ良くなったぞ。お前は？問題ないよ。気を使ってくれてありがとう。でもその様子からしてもう仕事をし始めてるのか？うん、でもそんなに忙しくはない。マリン病の患者がみんな完治してハイパシアも回復したんだ。今の僕はレンジャー長の仕事だけすればいい。やっぱり世界中が良くなるとみんな良くなるんだな。うん、でも後遺症も少しある。例えば刺激、新しく増えはしないけど今あるのがいきなり消えることもない。これからも僕たちレンジャーがやっていかなきゃいけないんだ。そうだ、それといい知らせがあるぞ。セノが復職するらしいんだ。もう新鮮な知らせとは言えないね。すでに彼から聞いたよ。うえ、ここに来たのにオイラたちに会って行かなかったのかよ。一度ここへ来たけど君たちの療養を邪魔したくないからと僕に挨拶だけして帰ったんだ。じゃああいつらが祝賀会をすることはお前も知ってるよな。祝賀会？聞いてないけど。あれ、ニーローの手紙にはセノの祝賀会をやるって書いてあったよな。セノから言われてないのか？おそらく多分
彼自身もこのことを知らないんだろう。ああ、そう言われると確かに、セノって祝賀会に参加するようなやつじゃないな。ティナリとコレイもセノの友達だし、オイラたちと一緒に祝賀会に行こうぜ。コレイはここ数日、僕が担当していた雑用などを引き受けてるんだ。あの様子だと参加する時間はないかもしれない。かくいう僕もなおさらだ。近頃森にオエラ型が何人か来ていてね。オエラ型？正確に言うと元オエラ型だ。事件に関わっていた賢者たちがアビディアの森で修行をすることになってね。それと彼らに監禁されていた人も解放されたんだ。体は弱ってるけど、怪我もないし、虐待も受けていない。暗くさなリデビ様は、本当に心優しいお方だよ。罪深きアザールらを許したんだ。だけど彼ら自身は、自分たちの考えの浅はかさを恥じ、残りの生涯をアビディアの森で知恵を悟るために過ごすことにしたそうだよ。暗くさなリデビ様が、ザンヒョウを倒し、世界中を救ったことを聞いて、彼らは衝撃を受けたと同時に、歓喜に溢れたらしい。知恵を探求する道に、光が差し込んだように感じたんじゃないかな。これらのことにより、レンジャーの仕事もますます増えてね。仕事って、本当に大変なんだな。しょうがないことだよ。少し話が逸れたね。本題に戻ろう。君たちは今出かけようとしているのかな？ああ、そうなんだ。外出許可をもらいに来たんだけど、いいよな。もうだいぶ回復したし、行ってもいいよ。でも、安全には気をつけてね。うん。まだ何か聞きたいことがあるの？うん。彼女のことを覚えててくれたんだね。ありがとう。容体もだいぶ回復したから、もう森に入って修行してるよ。学者として、彼女は一時も気を緩めたことがないんだ。近頃はこんなにも多くのことが起こったから、僕もコレイも忙しくてね。でも安心して。自分たちのケアもきちんとするから。セノの復職についてさっきも考えてたんだけど、大方彼は宴があることを知らないんだと思う。確かに僕とコレイも機会を見つけて彼を祝いに行くべきだ。今回は彼にとても助けてもらったからね。それと君にもお礼を言わせてほしい。体に気をつけて。手助けが必要になったらいつでも僕を呼んで。城内に入ったら治療の獅子の一杯飲もう。
間から宴を始めれば絶対に問題はないだろう。準備は十分整った。ズバイルさん、私の方のゲストの人数以外はチェックが全部終わったよ。はあ、どうして招待を受けた人たちは返事をしないんだ。そのせいでこっちの手配にも影響が出ている。まあとりあえずやるべきことをやっておけばなんとかなるさ。私もそう思う。祝賀会は遅かれ早かれ開催できる。そうでしょ。手紙を受け取って会いに来たぜ。やっぱりあなたたちって本当にいい人だね。他の人たちからはまだ返事がないんだ。え、ここに来たってオイラたちだけなのか。うん、手紙はみんなに向けて送ったんだけど、もしかしたらまだ自分たちのことで忙しいのかも。確かにスメールは今非常に重要な転換期を迎えている。だがその友人たちがどんな大物であってもそれを理由に君を無視するのはどうかと思うがね。何たってニーローはスメールで一番の踊り子なんだから。見る目のある者と話ができて俺も嬉しいよ。ニーローの踊りを高く評価できたら見る目があるってことはほとんどの人は見る目があるってことになるな。だってあんなすごいステージならみんな好きなはずだろ。ああ確かにその通りだ。俺たちみんなそう思ってるぜ。俺たちみたいにグランドバザールによく来る奴らにとってニーローは一番の踊り子なんだ。お前たちはよそから来たが見る目は一流のようだな。ズバイルさん、今度機会があったらベストオーディエンスを選んでみたらどうだ。この二人には素質がある。何を言ってるんだ。観客の価値は我々が決めていいものではない。だが確かに見る目のある者にプレゼントを贈るのも悪くはないな。聞けばフォンテーノには写真機なるものがあって人の姿を記録できるそうだ。おお、それはいい。で、それはどこで探せばいいんだ。みんな冗談が上手だね。ここで踊りができるだけで私は満足だよ。グランドバザールはいつも賑やかだな。うん、だから私はここが好きなの。旅人パイモン、あなたたちに頼みたいことがあるんだけど、手紙がきちんと届いてるかどうか確認してきてくれないかな。もし届いてなかったらここで宴があるってことみんなに伝えてほしいの。おう、ちょうど最近のスメールがどうなってるのか確かめられるしな。私が手紙を書いた時点だとディシアはオルモスコ、アルハイゼンさんは教霊院にいるって聞いたよ。セノさんはたまに教霊院に現れるってことしか聞かないかな。ラフマンさんの居場所もちょっとわからないな。多分ディシアと一緒にいると思うよ。それとドニアザードだけど具合はどうなってるかな。家に手紙は送りはしたけど療養の邪魔したらいけないと思って会ってないんだ。もし時間があったら彼女のことも聞いてきてくれる？うん、わかったぜ。よし、早速出発しよう。俺は後で冒険者協会のキャサリンさんに会いに行こうと思う。写真機を手に入れる方法を彼女が知ってるかどうか聞いてみるよ。ああ、試す価値はあるな。記念となる品物を観客に渡したらきっとみんな喜んでくれるだろう。みんなへのサプライズということでな。私もすごくいいアイデアだと思う。たくさん撮ってグランドバザールならではの記念品にできたらいいな。そしたらニーロももっと有名になるんじゃないか。そうなったら前の列でニーロの公演を見るのが難しくなるな。聞いた話によると写真機は適当に使っていいものではなくきちんとした姿で撮る必要があるらしい。え、じゃあ
私たちも準備が必要かな。今の格好だとちょっと適当すぎるかも。いやいや、このままでいいんだよ。本来の姿で向き合うべきだと思うぜ。その高度な発明品に。そういうものなのか。アルハイゼン書記官は知恵の殿堂に行ったみたいですよ。そこでなら会えるはずです。ただ本日書記官を探しに来られたのはあなた方で二人目です。どうやら書記官は近頃本当に忙しいようですね。ここに誰が来たんだ。書記官と関係がとても悪いカーベさんも先ほど同じ質問を私にされました。そしてあなた方も。もしかして皆さん賢者についての噂を探っているので。オイラたちはちゃんとした用事があるんだ。そうだったんですね。すみません、私の考えすぎでした。皆さん私と同じように賢者たちの噂に興味があるのかと思いましたよ。くだらない本を読んでないで、早く院内で何が起こったか話せ。くだらない本などではない。これはスメールの市場では珍しい形ある書物だ。どうせ食券を使って手に入れたものだろう。くだらん。それよりも今日帰ってきたら賢者がいなくなったと聞いたぞ。ほう、その驚き方からしてどうやら衝撃的な内情を知ったようだな。知ってたら君に聞かないだろ。書記官は君で僕じゃない。早く君が知ってることを教えろ。俺はあと少しで賢者になっていた。はあ？そう驚くほどのことではない。君はかの有名なカーベだろう。妙論派の星であり、修理や建造に精通している。次の賢者に選ばれる可能性だって大いにある。その言葉、心から発したものとは思えないな。何を言う。俺の君に対する称賛はいつだって心からのものだ。いや、なぜならそもそも君は僕に称賛なんてほとんど言ったことがないからね。お互い様だ。俺のように君の性格をよく知るものであれば
誰であろうと俺と同じ選択をするはずだ。君ってやつは、その言葉そのまま返させてもらおう。君がそんな自己中心的で傲慢で皮肉屋な性格をしてるから、僕は君と何かについて話すのが嫌いなんだ。つまり俺の性格が受け入れられないと。当たり前だろ。なら俺の家から出ていくといい。脅しか？卑怯だぞ。いや、こんなこと言ってる場合じゃなかった。君が賢者になるって、それなら教令院が明日閉院する方がマシだ。そんなくだらん冗談を言うな。なんか喧嘩してないか？教令院のことよりも君は建築に忙しいのだろ。いつか自分にも豪華な家を建てたらどうだ。建築のことは言うな。思い出しただけで腹が立つ。それで我らが大建築士様は今回どんな偉大な建造物を生み出したんだ。僕のプライベートをいちいち君に報告する必要があるのか。俺は君を疑っているんだ。スメールが君を一番必要としていた時、君は何をしていた？砂漠で大掛かりな工事をしていたよ。だがそれを言っても君にはわからないだろうね。君たちチロン派のなけなしの建築美学では。かわいそうに、美とロマンを理解できないなんて、心の底から同情するよ。って、ちょっと待った。スメールが僕を一番必要としていたって、何のことだ？君が不在の間、多くの者が手を組み、スメールの危機を救ったんだ。そんな話を、僕が信じるとでも？アザールとその同胞が失脚した。これが君の知りたかった質問の答えだ。は？何をデタラメなこと言ってるんだ？信じなくても構わない。アザールに経費の申請をするのは、何も俺たちチロン派ではないからな。ま、君たちの申請については。ちょっと、他の人に詳細を聞いてくる。嘘だったら容赦しないからな。君たちか。どうした？オイラたちはニーローの代わりに来たんだ。あいつから手紙を受け取ってないか？手紙？二日後にグランドバザールで開催される祝賀会にみんなを誘うためにニーローが手紙を出したんだ。ついでにセロの大マハマトラ復職のことも祝うんだってさ。もしもその手紙が教令院のアルハイゼン宛に手配したものだったら、大方、俺の執務室に届いているだろう。ただ俺は、ここ数日とても忙しくてな。まだ執務室へ戻って手紙を確認する時間がない。今はちょうど休憩時間だったから、少し自分のことをやっていたんだ。お前の仕事って、いつもこんなに忙しいのか？まさか。最近は数名の賢者が免職となり、教令院の上から下まで、どこも混乱している。そのせいで忙しくなっているだけだ。ティナリから聞いたんだけど、あいつらはみんなアビディアの森へ修行に行ったみたいだぞ。一生そこで暮らそうとしてるらしいぜ。あの者たちにとっては一番いい結末だろうな。六大賢者のうち四人が欲に翻弄され、神を創造しようとし、さらにそのために唯一正気を保っていた二人まで幽閉した。そのような行為に対し、俺の口から言うことは何もない。そうだな。久しぶりにその呼び方を聞いたから、なんだか全然聞き慣れないぜ。それと同じで、六大学院も結構迫力があるよな。少なくとも、本来はそうであるべきだったんだ。伝説では、教令院が設立された当初、知恵における六種類の方向性を代表するため、宗神様が直々に六大学院を作ったそうだ。かつてそれぞれの学院では、
無数の学派が栄えては消えていった。唯一六大学派だけは六大学院を拠り所として長い時間という試練を経た後、教令院における普遍の学派となった。今では六大学派と六大学院はほぼ同じ意味を持つ言葉になっている。六大賢者はこの六つの学院から選ばれた最高指導者だ。そしてその六大賢者の中からさらに大賢者と呼ばれる中心指導者が選ばれる。残念ながら今教令院に残っているのは陰論派と正論派の賢者だけだ。彼らはアズールに反対したがゆえに幽閉され、アザールが失脚してやっと身柄を救助された。じゃあ他の4つの学院は管理する人がいなくなったってことだよな。新しい人が選ばれるのか。ああ、一般的に規則に従って新たな賢者が選ばれることになっている。お前さっき自分が賢者になるって言ってたよな。お前が賢者になったらオイラたちのスメールでの後ろ盾が増えるってことだな。そのことだが、さっきは途中までしか話せなくてな。